マルセル・グラメは、フランスの社会学者、民族学者、中国学者。エミール・デュル・ケームとエドアール・シャバンヌに支持し、中国学に民族学、人類学的方法論を最初に導入した人物である。民族学的中国学者、あるいは中国学的社会学者、デュル・ケーム学派の一員として活躍した。南フランス、ドローム県のリュク・アンディオワに生まれた。 祖父は地主で、父はエンジニアであった。エクス・アン・プロバンスのリセ、ついで、パリのリセルイーコールルイーコールグランに入学した。バカロレア試験合格後、ドレフュース事件の影響が消えつつあり、フランスの学生改革の真っ只中であった1904年、高等師範学校に入学した。当時、エミール・デュル・ケームが1904年から1913年まで必修科目であった。 教育学講義を担当しており、グラネに多大な影響を与えた。高等師範学校では、社会学に加え、哲学、法学、歴史学を学んだ。グラネは、歴史家マルク・ブロック、グルノーブル学派の地理学者、フィリップ・アル・ボス、デュル・ケーム学派の社会学者ジョルジュ・ダブイギリシャ文学者で高等師範学校の図書館員となったポールエタールローラン・シュバルツの岐阜で、 デビー曲線の自己掃除図けの性質について、初めて知るし、確率論を研究した数学者、ポール・レビラーと共に、学生のエリート集団を形成した。1905年、社会学の研究会に参加した。会には、人類学者で、デュル・ケームのおいであったマルセル・モースがいた。他、ルイジェルネ、モーリス・アルブバクス等も参加していた。1907年、 歴史の高等教員資格を取得、コルシカ島のバスティアにあるリーセで歴史の教員に選任された。翌1908年、ティエール基金でフューダリズムの研究に取り組む許可を得た。グラネは、ルシアン・イエールに助言を受ける。当時、グラネは日本に深く興味を持っていたが、ヘラはグラネに、著名な中国学者のエドアール・シャバンヌに助言を求めるように、進めた。グラネは、 パリでシャバンヌと連絡をつけ、シャバンヌは日本研究へ必要なものとしてまず中国語を始めることを勧めた。グラネはティエールで3年間過ごし、学友であったマルク・ブロックやルイ・ジェルネと共に働いた。グラネは自身の封建性についての研究をデュル・ケーム学派の社会学理論の枠にはめていったが、ブロックやジェルネの研究や研究法、 特にブロックの儀礼と神話についての考察に顕著な影響を受けている。1911年、自身の研究成果を社会学の小雑誌、社会問題としてのアルコール中毒についてとして出版した。同年、フランス政府から中国研究の留学許可を得て中国に向かった。北京では中国語と中国の学者に詳しいアンドレド、オルモンを訪ねた。 1912年、グラネはシャバンヌに論文、古代中国の婚姻習慣を送り、国際的な中国学雑誌に掲載するように求めた。この年の3月、グラネは前年始まった侵害革命を見分しており、フランスの友人に向けて不安定な政治情勢からフランスへの帰国を決意した手紙を送っている。1913年、中国から帰国する。 三月にはマルセイユのリセで、八月にはモンペリエのリセで歴史家の講師を務めた。同年十二月、シャバンヌの後任として高等研究実習院で東アジア哲学宗教,教学研究所の主任研究員に就く。高等研究実習院時代九百十四年から九百十八年まで第一次世界大戦で兵役に服し十字勲章を 除君した。1918年、北京での作戦に従事し、北京に滞在した。戦争中も研究を続け、二つの博士論文を仕上げた。1919年6月、フランスに帰国し学級生活を再開した後、マリエ・テリエンと結婚した。翌1920年1月、博士号取得の審査を受けた。審査委員には、イギリスの人類学者、 ジェームズ・フレイザーも加わっていた。1922年、ルーマニア人哲学者、数学者、モーリス・ソロビンから、科学と文明シリーズの小さな啓蒙書の執筆依頼を受け、中国人の宗教を出張から帰った6週間と、パリとヨンヌ県のトンネルに滞在した4週間で、書き上げた。幼児の息子の育児をしながら、パリとトンネルでは、妻が、リセで講師をした。 1922年の12月、グラネは後にマルセル・モースの右腕と称されるようになるが、そのモースの後任として、ジョルジュ・ダビの宗教の先生という学位論文のための委員会の委員を務めた。1917年、エミール・デュル・ケームが没した。1923年3月、デュル・ケーム学派は、パリに返して社会学年法の改新を計画し、アンディ・ユベールや、 アンリ・レビブリュール、ルシアン・レビブリュール、マルセル・モースも参加した。グラネは宗教社会学と法社会学の領域を受け持った。1925年にフランス国立東洋語学院の地理学、歴史学、東アジア研究所の教授に任命される。1926年にはパリ大学高等中国学研究所の創設に尽力した。以来、 高等中国学研究所で管理者、また、中国語と中国文明論の教授を務めた。2年後、友人で同僚のモースが高等研究実習院で、宗教学の後講座の責任者となる。イギリスがドイツに宣戦布告を行った1940年、グラネはモースの辞任を受けて後継し、宗教学講座教授になる。その1ヶ月後、フランス共和国が倒され、 グラネはパリ南郊外のオードセーヌ県の層で56歳にして亡くなった。モースは私にとって最も親しい、そして皆から最も愛される友人であったと彼の死を悲しんだ。教師としてのグラネはやる気に満ち溢れ、気難しく怒りっぽい論客であり、強烈に他人を刺激する豊かで力強く。 立派な精神そのものであったとじるは答えているが、自らの生徒にもっとゆっくり読んでください、ずっとゆっくり読んでくださいと言わせるほどだったようだ。グラネの生徒の一人、ポーランド人中国学者、ウィットルド・ヤブロンスキーは、人気や評判等は気にする必要がないとグラネの発言を知るし、グラネは学者で、試作家で、魔術師だったと振り返る。 中国史学者の宮崎一貞によると、研究をもっぱら翻訳に頼ったため、漢文の吟味が十分なされておらず、理論が先走りしているという批判が存在する。中国思想学者の高田厚は、グラネの研究方法論、すなわち中国思想を西洋思想と類似しせずに説明しようとする方法論を高く評価している。ありがとうございます。